アーレニアンは国際総助委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。1億7410万年前から1億7030万年前に当たる中期ジュラキの最初の木である。前の木は前期ジュラキ最後の木とあるシアン。続期は中期ジュラキ2番目の木バッジオシアンである。名前はドイツのバーデンビュルテンベルク州のアーレンに由来する。なお、 アーレンガイ、アーレニアンガイという名称があるが、これらは時代を示すものではない。ガイは、地層に対して当てられる単位であり、僧女名、アーレンガイ、アーレニアンガイと、時代名、アーレンキ、アーレニアンキは、対応なす関係である。詳しくは、類題を参照のこと。スペインのアーレニアンの GSSP アーレニアンの規定は、アンモナイトのレイオセラス族が、初めて出現する。 地質中上図中の場所として定義されている。国際標準模式層断面及び地点は、スペインのグアダラハラ県フエンテルサスの村の500メートル北方に位置する。新潟県カンバラ山地足シオ体には、ジュラキの付加体が存在し、そのうち最接岩が卓越する、株ユニットは、プリンスバッキュアンから、トアルシアン、アーレニアン境界までに相当する、可能性がある。 中期ジュラ紀の深体は、カンバラ山地中央部から東部、大石山地、足尾山地、魚沼山地西部に分布するが、地質時代が特定されたものは、足尾山地のものだけである。宮城県元吉郡宇達町と静川町には、下部ジュラ系の静川総群が分布し、同総群の上部を占める、主に、左質泥岩から構成される、細浦草は、 ヘッタンギアンからアーレニアンのアンモナイトが算出する。ありがとうございます。